おはようございます。3月15日朝6時11分の相場解説になります。週が変わりましたので、週足の方から日足4時間1時間というふうに、今日は4枚のシートで見ていくことになります。では画面を切り替えますのでよろしくお願いします。どうぞ。これがまず週足ですよね。週足なんですけども、突出してグイッと上がってるところがこれです。なんでこういうふうになっちゃったんでしょうか。まあね、本当にね、この角度と比べてもなんかだいぶこう鋭角に切り込んでますよね。まあ通常でしたらこういう風なスタイルで上がっていくことは考えられるんですけども、随分急展開になってきたなっていうのは、私が思うに、まあ新型コロナウイルスの影響なんじゃないかなと思うんですよね。それによる財政出動が極めて、顕著に現れたんではないかなっていうふうに考えます。まあこう考えてもあんまり仕方がないことなんですけどね。ただ一点言えるのは、バイデン政権に変わってから私はそれまでのトランプ政権のセルの流れからバイの流れに切り替えたってことが、むちゃくちゃストライクしたってことかなと思いますね。で、前と同じように見るとセルの流れがこうあってですね、で高いところから見るとこうなんですよ。まあ、ですんでこの3本の線に沿ってですね、2つのパターンが考えられました。すなわちこういった小さい幅のですねレンジがあったかなっていうところが1点。このレンジに従ってセルを続けてきたっていうところが1点。もう一つは、大きくブレた時でもここを超えなかったってことを今回は超えてきたってことですよね。で、前々から引いていた線がこうあってですね、もう完全に、こちらの円安の方向に動いてきたかなっていうところですね。5円ぐらい動きましたね、あれから。6円ぐらいかな。すごい急速な動きだったと思います。そして108円を割らないよって言ってた頃から、本当に108円を割らずにですね、一旦下がってきた時でも108円をもう堅守していましたね。というところで、これからの何ですかね、フィールドっていうのがだいぶ変わってきたかなと思います。こういう風な感じですね、これからのフィールド。さあ、それで全体的なイメージが欠けたところで、どこまでね、じゃあドル高が進むかと言いますと、もうお分かりの方いらっしゃいますね。この辺りまでです。ドル高は112円で止まります。ただ112円までこのまんま一直線に行くかどうかっていうのは分かりません。それをこれから見ていくわけですね。じゃあデイリーですね。デイリーなんですけども、ここからガーンとね上がってきたところまでは、まあこの流れに沿ってたわけですよ、どちらかというとね。でここから変わってきたのが、一旦ここで一つの波を書いて、二つ目の波を書いてですね、三つ目の波を書いて、四つ目の波を書き、五個目の波を書いた後なんですよ、急速に伸びるのが、この長いラインを作るのが五つの波動の後なんですよね。これちょっとね意識した方がいいと思います。五つの波動の後っていうのはものすごく極端な動きをするんですよ。これ今まで私は散々利用してきたんですけども、そのことについてお話したことはありませんでした。多分ね、エリオット波動の講義を受けてらっしゃる方はなんとなくピンとくると思うんですけども、5波っていうのがね一つ大きなポイントになるんですよ。5つの波ですね。ここに W って書いてるでしょ、 M か、 M って書いてますよね。で M に至るまでの最初の1本で、これで5波なんですよね。その後グイーッと伸びてるんですよ。まあ、それをちょっと軽く意識しておいてください。あ、波が5つで1セットなんだってことですよね。エリオット波動は推進波5波と調整波3波で合計8になるんですけども、やっぱり3と5、とりわけ推進波は5でできてますよね。それと似たような感覚なんですよ。では4時間の方です。4時間の方を見てみますとね、大きなこのね、大きなこの上昇がありますよね。これもね、遡っていくと面白いと思いますよ。でこっから調整して、なんかソーサートップの逆バージョンみたいな感じで、今ねちょっとこうどっち向かうか分かんないような形になってます。おそらくですけども、このネックラインを越えてズバッと上がってくるとは思うんですけども、まだ分かりませんね。で底を作ってるのがこのもじゃもじゃとこのもじゃもじゃということなんで、ここにゾーンが引けるってことになります。108円を割りにくいっていうのはここにも起因してるわけですよね。でヒゲがここに出てますから、こういうふうに考えてもいいのかなと思いますね。やっぱり108円終わらないでしょ。でこういうふうに見ていきます。で次の
1時間なんですけども、1時間はもうレンジをね引いてないですけども、こちらの方が上の抵抗となって、でこちらの方に下の抵抗があって、この間のレンジで推移してるかなってことですよね。でこの後これを大きく上の方に突き抜けていくんではなかろうかというふうに私は考えます。それをね確かめるために今日月曜日相場が開いてからの値動きを見ていくわけなんですけどね。まあそんなところですかね今日はね。はい、じゃあ終わりましょうか。あと他に言うことはないですね。はい、まあ5波がちょっとねポイントになるよってことを今日はお話ししましたね。5波を意識しながらこれから見ていっていただきたいと思います。そして今ね書いてる波動が5つの波動、5波のうちのどれなのか、もしくは5波とは関係なく無軌道にただ値動きがあるだけなのか、そもそも5波というふうなチャート上に現れた補助線を引くんですけども、その補助線は自分が引いた補助線は合っているのか、こういったことをまたねフィードバックしていこうと思いますね。そういう1週間にしていきましょう。では1週間。